どうも、名称感出したい監督がなんか時々やってくるちょっと意味わかんない采配と、あとあのドラマの主人公があの過去のトラウマのせいで苦しんでるみたいなシーンは、あ、もうそういうのいい、そういうのいいって思っちゃうよね。でおなじみレオザフトボールでーす。ね、あのドラマのね、1話に1回絶対ね、主人公のね、子供の頃のトラウマで悩むみたいなね、声出ないみたいなね、そういうのはね、本当はあのもういいかなっていうね、緊張と緩和っていう風にね、言われるんですけど、それでも別にいいかなみたいな思っちゃいますけどね。というわけで始まりました、ニュースザフットボール。こちらの動画は世界中のサッカーニュースを私、宗教思想家レオザフットボールが独断と偏見でランキングして、コメントしていくといった、そういった動画になっております。よろしくお願いします。というわけで、はい、こちらのですね、帰宅サッカー部のですね、ライブのチケットも発売しておりますので、ぜひとも概要欄の方から、残りわずかですのでお申し込みください。よろしくお願いします。というわけでいきましょう。第4位、ユベントスのレジェンドマルキージョが退団発表、新天地はアメリカ、日本の可能性は。というわけで、日本行きの噂が出たり消えたりとかしているマルキージョですが、まあこれに関してはですね、まあイニエスタが来てトーレスが来た日本ですからね、マルキージョもないとは言えないだろうというところで、ここはですね、できるだけポジティブに考えていきたいと思います。まず一つはですね、マルキージョが親日家であるということですね。日本はイタリアと同じくらい心が安らぐっていう、まあそういったツイートをしていまして、またですね、日本の場合はサガン鳥栖が有力だって言われてます。サガン鳥栖かね、サガン鳥栖だとユベントスっぽいんでね、どうしてもサガン鳥栖って言っちゃうんですけど、まあこのですね、サガン鳥栖のですね、スポンサーがまあサイ・ゲームス入っていますね。でユベントスもサイ・ゲームスですので、まあそういったところのつながり、まあ楽天のつながりでですね、神戸がイニエスタ取れたっていうところがありますので、まずそれが一つなのと、あとですね、フィッカデンティ監督、このですね、サガン鳥栖の監督がイタリア人ですので、まあこのイタリア人のフィッカデンティ監督のまあ理想とするサッカーをですね、こうピッチ上にですね、落とし込むっていうことは、まあすごくスムーズにできると思います。やっぱサッリ監督がですね、ジョルジーニョを連れてきたっていうのが、今のチェルシーのチーム作りがですね、こうあのかなり早いテンポで進んでるっていう風に、まあ、感じる要素になっておりますので、そういったところですごくいいと思いますし、またですね、サガンとその今シーズンの夏の補強ですね、トーレス取りまして、で金崎ムー取りまして、豊田戻ってきまして、で長崎から乾というセンターバックを取りました。でオマリという選手、この選手もですね、センターバックみたいで、あとはですね、島屋という選手を徳島から取っています。でこの島屋っていう選手を調べましたら、サイドアタッカーなんですけど、どんどん前に飛び出していくタイプということで、4312とか使ってた、サガン鳥栖なんですけれども、金崎が加入してから、まあ、そういったですね、セカンドトップの位置で動き回るっていうところもありまして、そういうところでですね、システム442にしているように、まあ、見えるんですね。そう考えますと、両サイドからですね、そのトーレスだったり、金崎のですね、空けたスペースに飛び込んでいくアタッカーっていうのが必要なんで、こういった選手を取ったんだろうなというふうに思いまして、まあそこでですね、大事なのはやっぱりアンカーのところ、アンカーっていうか、今ダブルボランチみたいになっていますけれども、この高橋英斗選手がですね、やっぱどうしても守備の時にですね、あの切り替え、特にネガトラの時に寄せ遅かったりとか、まああの判断をちょっと失敗してしまうところがあるんですね。ただこの選手も見ていると、試合見ているとすごくチームメイトに声を出して、こう声をかけてですね、盛り上げるみたいな、そういったね、キャプテンシーっていうか魂がある選手なので、こういった選手がいる中で、マルキージョを取ってくるっていうのはちょっとどうなんだろうっていうのもあるんですけども、ただそこが強くなれば確実にレベルアップするっていうところもありまして、まあ見ていて複雑なところになります。まあマルキージョね、ユベントスでレギュラーを張れるレベルではなくなったとはいえ、日本のですね、選手たちに足りないですね、いるべき場所にいる能力っていうのが本当にめちゃくちゃ高い選手ですし、左右に振り分けるパスっていうのも素晴らしいので、その辺でですね、両サイドバックを活かせる、なんでセンターバックの間に、このですね、マルキージョが降りてきて3バック化して上がった、サイドバックを使うみたいな展開、それによって、中でトーレスだったり金崎が生きるっていう、まあそういった形もあると思いますので、その辺でですね、マルキージョサガン鳥栖に来てほしいっていうですね、希望も込めて、こういったですね、ポジティブな予測をしてみました。というわけでいきましょう。第3位、ミラン移籍期限最終日に2選手を補強、ラクサールとカスティジェホを獲得。というわけで、はい、ミランの補強ですね、左利きの、サイドアタッカーカスティジェホと、そしてですね、左のサイドバックで、ウルグアイ代表としても活躍していましたラクサールをミランが獲得しました。セリエやイタリアの市場も閉まりましたので、このミランとですね、そして永遠のライバルインテル、この両チームのですね、この戦力とかそういったところを分析していこうと思います。ユベントス、ナポリに続いて今シーズンセリエ3チーム4チーム目です。どうぞ。まずミランの話からしますと、まあ戦力外の選手、モントリーボなんかは契約解除するって話がありまして、マウリもですね、そういった話出てるんですけれども、一応入れてあります。そしてジョアン・マリオもインテルにですね、もう戻りたくないみたいな話をしていて、
なんかジョークですけれども、まあ、イタリアには行っちゃいけないよというふうに古巣の選手に、こう記者会見かなんかで言ったみたいなニュースが出ていまして、そう言っておきながら戻ってくる羽目になったっていう、まあ、そういったところでどう使われるのかっていうところをまず言っておかないとなっていうのと、あとラクサルの使い方ですね。ミランの左サイドバックリカルドって略してありますけど、リカルド・ロドリゲス、この選手がいるんですが、ストリニッチ、クロアチア代表の左サイドバックを獲得しまして、その後にラクサールまで取ってきました。このラクサールをどう使うのかっていうところで、もしかしたらですね、1列前に使う案、チャルハノールがですね出られない時だったりですとかは、このウイングに使ったりですとか、左のインサイドハーフ、もしかしたらですね、この後説明するアンカーとかそういった中盤もできるっていう風にですねレオナルドが言っていますので、まあ、そういったところで、まあ、汎用性の高いですね、左サイドバックっていう感じで取ってきたのかなっていう風に思います。で、あとはセンターバック、まあ、ロマニョーリカルダラになるかもしれませんが、まあ、カルダラに関しては、加入したてですので、そういったところで一応無作業にしてあります。ただ無作業よりも昨シーズン序列が高かった感じのサパタもいますんで、この辺は分かりません。とりあえずロマニョーリが軸っていうところですね。右のウイング、裾の控えにカスティジェホとハリロビッチ入れましたけれども、どちらも左利きでカットインしてくるタイプで、この3人ともタイプ似てるんですね。その中でハリロビッチは、まあ、前のですねこのオーナーの体制から今のところに変わるみたいなところの、このね、決まった後じゃなくてその前に取ってきた、まあ、安いから取ってきたみたいなところもある選手なんで、一番戦力として考えられてないなっていうのも、可能性もあるなって思いまして、そうなるとスソとカスティジェホのこのポジション争い、まあ、スソ一人だと厳しくなるっていうね、フルシーズン考えるとそういうところもありまして、取っているっていうのもあると思います。まあ、そういったところでカスティジェホはウインガーしかできないけど、スソ下手したら右のインサイドハーフできるタイプじゃないのかみたいなね、コーチングパターンあるんじゃないのかっていうところで、そこで右のインサイドハーフに下げてカットインもありつつ味方も生かすってなりますと、じゃあケシー左に使おうってなりますと、じゃあボナベントゥーラを左の、ウイングに出そうみたいな、こうね、もう考えていくとこうね、押し出し式でもう頭ぐちゃぐちゃになってくるんですけれども、それはシーズン始まってからですね、まあいろいろ組み替えたりとかしてベストな回答を探していくとして、一番不安なのはですね、このビギアのところ、アンカーのところですね。モントリーブを契約解除するってなって、ロカテリプレシーズンで使っていたんですが放出してしまいました。その辺でですね、単純に、人数がですね少なくなっているところをどういう風にですね、まあ賄っていくのかっていうところで、ベルトラッチもできるっちゃできる、だけどちょっとですね、まあ技術面がですね結構ミス多い選手なので、そこでアンカーで大丈夫なのか、結構バタバタするタイプのボックスとボックスやらしてた方がいいんじゃないのかっていうタイプの選手ですし、僕は一番適正この中であるのはバカ横よりもチャルハノールだと思うんですね。バカ横チェルシーでのプレー見てると、まあクレバーさとは真逆の長体を表してる感じの選手になっちゃってますんで、その辺で本当ケシエの控えか、ケシエと一緒に並べてですね体ぶつけるプレーだったりとか、そういったフィジカルを生かして、相方のね、クレバーな選手に、そこを任せるみたいなタイプの、まあそんな選手ですので、そう考えるとチャルハノールのキックのねレンジの広さだったり、守備への切り替えの速さ、頭の良さとか、そういったところでアンカーコンバートっていうのもありじゃないかなと思ってます。ただね、まあ左のウイングで逆サイド見ながら、まあ入ってきてミドルシュートとか、そこのプレーやっと慣れたところでアンカーっていうのも現実的じゃないので、まあビリアの控えとしてっていうか、ビリアの代わりにアンカーをやらせるんなら一番向いてると僕が個人的に思ってるのがチャルハノールっていうぐらいに、まあ考えていただけると嬉しいです。で、まあ現実的にはビリアが出られない時に 3-4-3 に変えて、まあ例えば左のセンターバック3バックの左にリカルド・ロドリゲスを使って、その前にストリニッチとかラクサールを置くみたいな形だったり、 4-4-2 にして、まあバカ横とケシエを並べるのか、ボナベントゥーラ並べるのかね、最終的には何でもボリーニにやらしまえって感じでアンカーやってるのか分かりませんが、まあその辺も含めていろいろミラン見ていきたいと思います。そしてインテルですね、ラウタロ・マルティネス、まあこの選手どんな選手なのっていうので、僕一番近いタイプはプレシーズン見ててグリーズマンなのかなっていうふうに思いました。後方の選手と絡みながらどんどんゴール前に出ていくっていう感じで、テクニックもしっかりしているアルゼンチン出身の選手っていう感じですね。なんで 4-2-3-1 のまあ真ん中、3の真ん中っていう感じでセカンドストライカーが一番合ってると思います。イカルディが電話で誘ってきたっていうふうにですね、まあサネって言ってますので、このね、自分を誘ってくれた人とのツートップって感じで、普通ならねエースの横でプレーするのっておじけついちゃうみたいなところ、若い選手だとあるんですけれども、その辺もですねイカルディがいいお兄さんみたいな風になってね、やってきたことは全然いいお兄さんじゃないんですけど、私生活好感度最悪ですけど、ピッチ上だと好感度高いプレーしますんで、イカルディはその辺で、注目です。あとはですねブルサリコ、
この選手が入ったことによって右からのクロスっていうのがカンドレーバだけじゃなくなりましたので、そういったところで、まあ昨シーズンカンセロも言いましたね。ただブルサリコのね、この種類の豊富なクロスがあって、そこに飛び込んでいくイカルディだったり、逆サイドにはですね、ウィンガーなんですけど、ヘディングも強いペリシッチもいますんで、その辺が面白そうなのと、あとアサモア、このですね、左サイドバックの控えに一応入れましたけれども、プレシーズンだとボランチで使われたり、サイドバックで使われたり、ほんと便利や。もしかしたら左のね、本当主軸っていうかスタメンに、考えられているかもしれません。あとは両ウィングのコンディション、カンドレーバとペリシッチのコンディション下がって、そこのですね突破力とかがなくなるとインテル全体的にですねこうパフォーマンスが落ちて、この全然勝ち点取れない時期ありましたので、その辺でカラモだったりポリターノだったりケイタもねサイドできますんで、この辺の選手をうまく使ってですね、このコンディション調整していけるかっていうのが、シーズンの中で勝ち点を、上積みできるかどうかのポイントだと思います。今シーズンユベントスにロナウド入って、インテルとミランもこんだけ補強して、あとローマとかナポリとかいっぱいありますんで、セリアもまた盛り上がってきているなというふうに思います。というわけでいきましょう。第2位、乾、リーグ開幕戦で途中出場、際どいシュートで存在感というわけで、はい、この試合見ました。もうね、乾が出てないところからですね、ベティスレバンテ戦見まして、乾ね、惜しい、このね、マークシュートありましたけれども、まあキーパーに研究されてたっていうかね、もう読まれてたって感じで、まあその辺はですね仕方ないなっていう感じなんですけれども、この試合ですね、乾は 5-3-2 でなんとウィリアン・カルバーレと交代で入ったんですね。この、ポジションのウィリアン・カルバーリョ、このところにですね、グアルダードがおりまして、この左のインサイドハーフにイヌイが入ったと。でですね、ベティスの問題点っていうのが、このね、ウィリアン・カルバーリョ交代につながっていまして、まず3バックの選手全員がですね、パス精度が低いってわけではないと思うんですけど、大胆にですね、サイドに揺さぶりをかけた攻撃をできないんですね。なんで、レバンテがすごくコンパクトに中央にブロックを作ってるところで、高い位置でウィングバックフリーになってるんですけど、そこにボールを出さず、縦パスばっかり狙ってカットされて、そこからのカウンターで、スピードがあるとは言えない、まあはっきり言いましょう、遅いですね。ウィリアン・カルバーリの横を使われるみたいな、そういうのがありますし、ツートップのオフザボール、サイドからボール入ってくるときも後ろから出てくるときもですね、あんまり動かないんで、そういったところでですね、次の動き出し、フォワード動く、相手のディフェンスついてく、次のスペース飛び込むみたいなですね、おそらくキケセティエン監督がやりたいことをですね、ベティスできていませんので、まだ時間が必要だなと。でですね、今言った問題、まあ4バックなら結構解決しそうなんですね。ウィリアン・カルバーリをポルトガル代表でもセンターバックの間に降りていって、3バックの真ん中から散らすゲームメイクとかを、する選手です。それによって、サイドバックが上がって、そうなるとイヌイもですね、スタメンから出やすい左の、ウイングっていう一番得意なポジションに使えますし、ね、このビルドアップが苦手なセンターバックもですね1枚減らせるっていうのがあるんですけれども、ただ、ベティスのセンターバック見たところですね、バルトラ中心にあんまりですね対人が強そうには見えないんですね。現に1失点目もですね、このバルトラが飛び出したところをぶち抜かれて、その後にゴール決められてますんで、その辺でウィリアン・カルバーリを生かしたいシステムをセンターバックの対人の弱さでできないみたいな、ちょっとですね難しい状況、これをキケセティエン監督がどういう風に解決していくか注目です。というわけで最後いきましょう。第1位、アーセナルのエメリ監督がエジルに警告、アレル選手が守備をしなければならないというわけで、はい、シティ戦の守備についてですね、聞かれたですねエメリ監督がチェルシー戦の、会見でですねこういう風に、コメントしました。エジルは彼のキャリアにおいてずっと10番の選手のようにプレーしてきた。右ウィングでプレーする時も中央に入ってボールを受けたりしてきたね。攻撃時のオプションのため彼が多くボールに触る機会を求めるのは明白だ。どんな試合においてもそのようにする必要があるため我々への要求は高い。ただ一人一人が守備をする瞬間はあるんだというわけでね、エジルに対してですね、なんかね批判、がっつり批判したっていうか警告したっていう感じでもないんですね。エジルだからって特別扱いはしないからねっていう話をですね、結構その切り取る部分によってそういう風に感じるようなところだけ切り取ってるなっていうところもあるんですけれども、ただ一つ言いたいのはですね、シティ戦で、守備が不安だったのはどっちかっていうとエジルより僕はムヒタリアンだったんですね。ムヒタリアンのポジショニングによって前の動画見返していただきたいんですけれども、それによってですね、シティのビルドアップが、まあ右からスムーズにできてしまう。ムヒタリアンがいる左の方からやられてしまうっていうところが、ありました。その辺でエジルはですね、きちんと自分の、サイドにいる選手をですね、きちんとマークしながら、ポジション取りを変えてたように思います。ただですね、ムヒタリアンもそれはできるはずなんで、そういったところで、両ウィングの
選手がシティがですね3バック化するビルドアップにですね、こう出ていくことによって、潰すみたいな、そういったタスクを与えられてた可能性があると。その辺でムヒタリアンの方がそれをやろうとして失敗してた、エチルは最初からそれをやんなかったっていうところで、こういう風にエメリ監督が言ったのか、単純にね守備への切り替えの時に遅いシーンがあったのか、まあその辺は分かりませんけれども、ただですね、エメリもみんなそれやる必要あるよっていう風に言ってるんですけれども、パリ・サンジェルマンでもお前言ったかみたいなところはありますよね。ネイマールに対してこういう風に言ったっていう記憶は僕全然なくて、ね、ネイマールの誕生日パーティーに個人的に参加してるみたいなところもありますから、まあそういったところで、ね、失敗は二度と繰り返したくないなのか、アーセナルだから言えるなのか分かりませんけれども、その辺のね、エメリの立場の変化、意識の変化を感じますし、僕はエジルに言うよりも、まずはですね、普通にダブルボランチを選んだこと、そしてですね、トップ下といいますか、セカンドストライカーにラブジーを使ってですね、不得意な選手を使ったことによって、後ろの選手を困らしたっていうところありますので、その辺をきちんと、ラムジーのところにラカセット使って中盤にトレーラーを使って、まあラムジーを下ろすのか、ジャカグエンドゥジどっち使うのか、エルネニーするのか分かりませんが、その辺のですね、まず一番チームやりやすい形っていうのをですね、まあこれだけじゃないんですけれども、明らかにみんなが突っ込めるような形をやめた上で、きちんと今日のね、チェルシー対マンチェスターシティ戦臨んでいただきたいと思います。チェルシーシティ戦、こちらのね、9月2日の生帰宅サッカー部一緒にやる神奈川さんと一緒にですね、じゃない生配信しますので、よろしければぜひお越しください。終わった後見てる方、アーカイブをどうぞ。レオザフットボールでした。ボーア